ドラ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 どうも皆さんこんにちは、ゆうゆうです。ということでね、ドラ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 のお時間がやってまいりました。こいつが不死鳥ということでね、鳥なのかドラゴンなのかという議論は置いといてください。ドラ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 、これやりたいね。だけどさ、俺思ったんですよ、スパーキーと無理だと。俺はね、今日スパーキーしか使えないんだよね気づいてたね、言っちゃスパーキーしか使えないということでね、こちらスパーキーかつ、ドラ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 やろうとしたんですが、なんか無理だという結論に至りまして、ギリ使えというか、ギリ私があの負け作でやっぱ大活躍中のね、使えるとはちょっと公言しないんですけどね。これメガナイトだよね、メガナイトやザップドラドラ、もうこれだったらね、やるんじゃないかと思います。ね、行きましょう。ここでドラドラできんのって、しかもヤザップ大丈夫、キヨキヨさん大丈夫、いける、勝てるっていうところですけどね、負けても動画にしちゃうよ。スーパープレッシュじゃないんでね、っていうね、言い聞かせをね、しております。よろしくお願いします。おい、アチャクイ久々見たな。アチャクイあんまいなくない最近。さあ、ちょっと暇をね、禁じ得ない。暇を禁じ得ない。そんな戦いが今、勃発していますが、ここでメガナイト出していく、ドキーン、ドスン。さあ、前の動画でですね、私が、なんだろう。うちなる騎士さんを召喚すると、すごくね、いいプレイができるのではないかということで、ちょっと一回フェニックス出してみよう。一回、うちなる騎士さんを呼び覚まします。ほーさあ、休業選手、ここで、さあ、さしか言わない、さしか言わず炎上さあ、キョキョ選手、ここはスケルトンドラゴンでまずは蓋をしていきます。さあ、しかしアーチャークイーン、これはですね、さあ、ロイヤルクローク、そんなに盛り上がるところではないが、ロイヤルクロークでちゃんと声を荒げていきます。さあ、ここでベビードラゴンが下に行く。ここはちゃんとそうですね。キョキョ選手、これはもう無視するという判断。さあ、ドラ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 、ドラ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 が全く機能していません。全く機能してない。全然自分の形を作れておりません。いや、しかし、キョキョ選手、そうですね、ここはですね、まあ、落ち着いていきたいところ。一回ですね、防衛の形を作っていきながらね、戦っていくのがいいのではないでしょうか。さあ、ここは、あれ?ちょっと待って。気づいてしまった!キヨキヨ選手、気づいてました。ライドラがいないということ。え、ドラ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 やん。気づいてしまったドラ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 やん。なんということでしょう。キヨキヨさん、ちょっとみんなびっくりしてたっていうね、びっくりしてますよ多分。今ちょっと、いやいや、キヨキヨお前忘れてる、エレキじゃないんだよ。なんでエレキ入れて。さあ、しかしここで行きますよと。さあ、ドラドラの力見せたれと。さあ、行ったれ。さあ、ファイヤーボール来んじゃない。いや、でもなんかいい感じ。飛び越えていく。飛び越えに来。あれ?しかし、普通に守られていく。そして、おそらく来るであろう。そう、ここで。そう、ここで。はい!いや、俺は突破するぞ。俺は左に固執しない。そういう人生を送っていく。大入れ。OK。よし。行ってこい。行って、OK。よし。止まちょ、ライドロ、ドラドラ、ドラドラドラやん、これ。ちょ、頼んますよ、これも、ライドラファン。我々やっぱね、これいつしかさ、ライドラを、煙たがっていたのかもしれない。ほら、ライドラが嫌いだ。でもさ、公平に行こう。このデッキむずくないか、そして。細かいのが一切ない。ここでギャングじゃない?使用率高めの。これどうすか?てかさ、負け策やろうとしたらどうなんだろう。負け策、どうなんの?よろしく。できるのかな?さあ、私、戻ってまいりました。
ドラ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 ということでね。私はこいつをね迫害してしまっていましたんで今ね、はい、これ非常に非常に、申し訳ないなと、全国の、ドラゴンファンの皆さんね本当に申し訳ない。さあいいよ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 いい感じだよいい感じだよ。これ決して強いデッキ紹介ではないですからね。うん、強い、これが強すぎるみたいなよくある動画じゃありませんから、使ってみたというね、うん、使ってみた動画、もう7年前の YouTube を放出させるね。ジャイベビドラが強いとかね、ジャイベビドラ使ってみたっていう動画出してましたからね、私ね。キヨキヨジャイベビドラで検索してくださいね、本当に。当時からあんま変わってないよ俺多分。変われあんま変わってないこと誇りにすな。それで言うとちゃんと変わってるっていうね。さあライドラちゃん、ライドラちゃんさ、これできたら手前で OK、 手前で OK です、手前で OK、 OKOKOK、 ナイス、ベリーナイス、ベリーナイス。でここでおそらくですよ、これむっちゃ嫌だよね相手からしたら。ここで俺はもうベビドラ、ベビドラ待てよ、ここでベビドラメガナイトの形を作る。OK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 、 そんでもって、そんでもって、そんでもって、おそらく俺はメガナイトインドルの形が好きだ。メガライこの形がすごい。俺メガナイトインドラマジでファンだから、ファンだから。あいみょんさんライブにね、すごい、あいみょんさんライブ俺行ったんですよ、阪神甲子園球場に。そしたら後ろの方がね声かけてくださって、メガナイト5月使ってますっつってね、うん、声かけてくれました。うわーこれやだな、これもうフェニックスでいいや。あれちょっと強いんじゃないこれ、ちょ、強いと思いたいんだけど、ちょっと待って、どうだろう、そのさ、コウモリさんが強い。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス。うわ、守ってるよ。よし。でもさ、もう相手止めらんないもんは止めらんないよな、もうな、これな。ギャングでいくか、でもローリングウッドとかなんかそういう呪文出してこないでほしい。矢の雨、来たー。これは一回無視して、いや無視しなくてよかった、無視しなくてよかった、無視しない方がむしろよかった。痛いん、どうすんの相手これさ、相手絶対さ死ぬもの狂いで相手来るから、ここで私はちゃんと左をちゃんと形を組む。どうぞドラ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 世界へようこそ。本当にドラゴンが強いのか、またまたメガナイトが強いのか、真実を真実であると見抜くのがどうたらこうたら、コンフィデンスマンの世界へようこそ。アステン来ました、よろしく。ダウンさ、俺思うんだけどさ、多分さドラゴンってさ全部のさエフェクトない、範囲攻撃、単一攻撃、ライトニング攻撃、まあヒーローがちょっとあるからちょっとよくなんか微妙な感じになるけどな。さあさあさあ、はいはい、トゥントントン来ました、トゥントントン来ました。これはゼガヒでも、ゼガヒでも守りたかったが守れない、ゼガヒでも守りたかった。これはですね非常にね、非常にこれ暇ですね、これ何もすることがないんですよね。うん、ニートです、ニートキヨキヨです。はい、最近も私さあこの形を作る、最近もキヨキヨさんの仙人みたいな生活してますからね、本当に。うん、あんま人と会わないっていうそういう生活してます。はい、さあこれはギャングでさ、ギャングやったら嫌なんじゃない相手。強くない、ちょっと待って、強くない、キヨキヨ選手非常にいいプレイ、スパーキー以外の存在感も示していきます。しかしここでおそらくコジョババは来ることでしょう。来た、どうするの、どうするの、コジョババどうするの。さあここはガチンは、はいっていく、痛すぎる痛すぎる、折れた、いた。これは、ちょっと自信をなくしたか？キヨキヨ選手、自信をなくしていきます。さあ、心が折れた音。それが聞こえる、ドスン、オッケー。しかし、いやー、ターゲット、ターゲット、ドカン、ドカン入っていく。よし、こっからだ。こっから行くぞ。どないすんの、どないすんの、キヨキヨさん。どないすんの、なんと、なんと、これはもうこういうことだよね、こ
こういうことでどうすくんだろう。何も来ない、何も来なかった、何も来なかったです。頑張って奥までそのマジアちゃん倒してくれ、頑張ってくれ、頼む。さあ宙を舞うドラゴン、おいおいおい、さあさあ刮目せよ。あ、おっとまずいぞ、まずい、非常にまずい展開だ、非常にまずい展開。やべ、ザップ入ってない。オッケー、頑張れ。くそ、嘘だろ、おい、くそ、おいおい、簡易攻撃マシマシすぎんじゃないか、おい、これやめてくれ、飛ぶな、おい、あー、ダッシュしてくれ、ダッシュしてくれ。よし、まだ参る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 、舞うんだ、俺は水のように優しく、誰なのに誰けしく。フェッカ来い、オッケー、いいぞ、フェッカ来たぞ。さあ俺はフェニックス不死鳥だ、さあ焼き散らかせ。なんだと、悪くない悪くない悪くない。さあ小嬢ババ、さあ気をつけるのは小嬢ババのみ、オッケー。その奥のやつを早くやってくれ、奥の奥の奥の、その弓矢を端前で一回ちょっと攻防して、ここでインフェルノドラゴンちゃん出し、ふんふんふん、よかろう。その奥の、その奥のやつをちょっと早くやってくれ。いいぞ、よかろうよかろう、非常にいい話だ、悪い話ではない。さあそして2体目来るぞこいつ。いや、しかし2体目を堅くなり出さない、出してきた。さあここはもうタイブレイクも視野に入れていこう。オッケーナイス、オッケーナイス、オッケーナイス、よし、いける、いけるぜ、いけるぜ、自分、自分いけるぜ。さあここでインフェルノドラゴンが活躍していく、ここで俺はメガネット出していくんだ、オッケー。あー、蝶のように舞い、花のようにどうする。イエス、イエス、よくない、あれスパーキー以外も普通に倒して、なんか俺多分スパーキーってやっぱ受けじゃん、このデッキもメガナイトも受けじゃん基本だから、いいのかもしんない。なんかなんか自分が攻めて攻めてだと俺ちょっと緊張しちゃうんだよね。俺ちょっとド M で行きたいね。でもさ、俺さ、ド M だと思ってさ、俺 S かも。何の話ということでね何の話、うん、M だと思ったら S だった話いるマジで何の話も、本当に。俺 S 説あるな。それかさ、別にさ、私は M ですって言ってさ、そのずっと M でいなきゃいけない保証はないよね。マジで何の話か分かんない。はい、OK です。これ非常にナイス、非常にナイス、非常にナイス、非常にナイス。ごくナイス。ごくナイス。はいはいはい。5を打っちゃって、嫌ですね。その5非常に嫌だし、非常に嫌だし、誰か一人見てるし、おそらくこの人は10秒後に消える。10秒後に消えるぞ、この1。俺は知っている。俺は知っている。あ、持ってるね。消えない。いや、俺は、この1を、消す。はぁ、あ。なるほど。なるほどですね。さあ、陸受けがないということを私、知っていますね、あなた。はい、なるほど。全然、そして消えない1。よかろう、よかろう、よかろう。ちょっと俺はもう、端前で決めていくか。あわよくば、ディガーが、ディガーを来いと、私は今願ったが、俺は形を組むぞ。さあ、頑張れ。さあ、行け。その、どうすんだよ。その、その吹き矢さんどうしましょう。頑張れ頑張れ頑張れ。なるほど、よかろう、よかろう。逃げろ
逃げろ奴から。俺は行く。メガナイト走れ走れ、早くメガナイト走れ、マジマジ走れマジ走れ走れ。さあすり抜けていく。さあさあこれで復活ナイフ、復活ナイフで、おしナイス、オッケーナイス。いやいらん、この雑把いらん。いやしかし、しかしベビードラゴンが入る。いいぞいいぞ、満を持せ満を持せ。一回引きが大事だ、引くんだ一度。 OK 入れるんじゃねえ、弾を、行け行け行け、行くんだ。おい男を見せろ。ファイブが来るか、いやライトニングドラゴンで決めろ。よし OK、 素晴らしい展開だ。 OK、 ザップをかませ、ドラドラ、俺のドラドラを見やがれファイブ、よっしゃクソガキです俺、俺はこれクソガキ、ほっとけということでドラ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 、よかったということでまた、面白い出来あったらコメントでください。ということでご視聴ありがとうございました。